湯文字とは、女性の和服の下着の一種。腰巻きとも呼ばれる。巻きスカートのように腰部から膝までを覆う下着であり、裾よけの下に着用する。素材は普通のものは、綿、高級なものは、絹で、歯蓋へ、ちり綿である。女性用ショーツのクロッチに当たるような股間を覆う、部分はない。昭和初期まで広く着用されていた。その後、 洋服が広まりズロースが普及し、その後、昭和30年代頃から現在のパンティーに変わられた。一部では現在でも和服で用いられている。1932年の白木や大化が捨てれた原因だとする俗説があるが、当時の報道などにはパンツを履かなかったことを問題視していたものはほとんどない。平安時代、お湯殿に奉仕する女官が活動しやすいように袴の、 代わりに身につけていた湯巻きと呼ばれる白い巻きスカートのような衣服が起源とされる。平安中期に書かれた紫式部日記にはお湯殿に奉仕する女房の湯巻き姿がおかしげだと表現されている。当時はあくまで袴の代用であり、下着という認識のものではなかった。この白い腰巻きは室町時代頃に家の女性の日常着となった。文字という語は 室町頃の女房言葉であり、か文字、しゃ文じと同様、湯文字は日常的に慣れ親しんだ道具であったことがわかる。ワンピース型の衣服である小袖の下に湯巻きを着ると完全に隠れてしまうため、徐々に袴の一種から肌着という意識に変わった。文政8年頃に江戸でも真似られるようになっている。江戸の湯文字は黄色か白で、老女は浅木色、大阪では、 友女が赤で、白とは、白、三重では、黄色が主に用いられた。当時の湯文字は、布2枚を並べて、長方形に縫った上部に腰紐を縫い付けて、腰に巻いて着用する。はじめは、肌襦袢もしくは、半襦袢という上半身につける、腰丈の肌着とイにして使われていたが、遊郭で着られるようになった長襦袢が流行すると、長襦袢の下に着用される。 例外的に、吉原では紐を使わず腰に挟むものを使っていた。銭湯では、女性は必ず専用の湯文字をつけたが、これはまくれ上がらないように鉛の重りが縫い込まれていて、湯の中でめくれ上がらないようにされていた。一部では現在でも、和服で用いられている。形状は、裾よけと同じである、紐、腰布、足布で構成されている。長さは、裾よけの半分ぐらいである。 着用は湯文字を着用してその上に裾よけを着用する。井上昭一、パンツが見える。P4、井上昭一、パンツが見える。ピアニッシも12から15。ありがとうございます。